鉄旅研さんファンタスティックトラベル。今回は2024年に開業する北陸新幹線の新駅舎6駅をご紹介します。え、開業前なのに駅舎できてるの？できてるんです。もともとこの金沢敦賀の延伸新6駅は2023年に開業する予定でしたから、もう駅舎の大部分の工事は終わってるんです。でもまず出発駅は現在の北陸新幹線の終点であり延伸部分の出発点である金沢駅をご紹介しましょう。世界で最も美しい駅とも呼ばれる金沢駅、白江隆三の設計、2005年の完成です。2015年に北陸新幹線が開通以降、多くのお客様はこの駅を利用しています。螺旋状の柱と緩やかなカーブを描く鼓門、大きな傘をイメージしたもてなしドーム、伝統工芸の町金沢にふさわしい駅舎です。一方、金沢駅西口は交通結節点としての利便性とともに、石川の自然を表現した緑とモニュメントを配置したデザインとなっています。この西口広場は新幹線開通を見越して2014年に完成しました。それでは次の小松駅に向かいましょう。金沢から小松まで在来線特急で約17分、新幹線は金沢福井間を21分で走ると想定されていますから、小松まで新幹線で約10分もかからないと思います。それでは北陸新幹線の新しい小松駅の駅舎をご紹介しましょう。白山な雄大の山並みと未来を感じるターミナルのデザインで完成しています。構内は屋根に石川県産の木材を敷き詰めて温かみのある空間を演出しています。この通路が在来線との連絡通路になっています。一方、こちらは現在の北陸本線小松駅、新幹線延伸を見据えて2002年高架駅として開業しました。2024年4月からはこの北陸本線金沢大正寺間の間は IR 石川鉄道に組み込まれます。小松駅内の構内案内図はすでに IR 石川鉄道と変わっています。北陸新幹線小松駅の次は加賀温泉駅です。新幹線駅舎は在来線駅舎の強靭化、新築工事で対応しています。白壁に赤い格子のデザイン、温泉町の風情と城下町の歴史を感じさせる駅がコンセプトです。しかし高架下と駅前広場の工事が実は大幅に遅れてるんです。2024年3月新幹線開通には多分間に合わず、2024年10月末の完成を目指しています。駅舎の内装の柱は石川県産の杉を利用、温泉郷らしい古風なデザインになるようです。そして加賀温泉駅の次があわら温泉駅です。新幹線駅舎は色が黒、駅舎のデザインコンセプトはあわらの大地に湧き出る税の駅、東側の新幹線口は現在まだ工事中、しかしあわら温泉街につながっていく西口はすでに在来線の駅舎を新築する形で完成しています。奥が新幹線の駅舎です。手前側が在来線、そして右側に突き出ているのが2023年3月に開業した駅の西口のにぎわい施設アフレアです。アフレアの内装がとっても美しく仕上がっています。新幹線の駅舎との統一感を出すための
和を強調する作り、200インチのモニターも設置されています。このアフレアからエスカレーターで2階の強調駅舎に上がって新幹線ホームに向かうことができるんです。それでは次は福井駅です。こちらは在来線の福井駅です。駅前の恐竜がシンボル、それに対して新設の新幹線ホーム側の新しい駅舎がこちら、2022年の8月に完成しました。太古から未来へ、悠久の歴史と自然が見える駅がコンセプトです。木彫のルーパーと開放感を出すガラスを使ったデザインです。福井産の木材を使った内装もとっても綺麗です。一方、新幹線開通後、福井県内の北陸本線はハピライン福井として新しく生まれ変わります。対象の区間は大正寺駅から敦賀駅までです。それでは次の越前武生駅に行ってみましょう。この駅だけが完全に北陸新幹線のために建設された新駅なんです。駅のデザインはコウノトリが飛翔する姿、翼とくちばしが建物にデザインされています。コンセプトは伝統文化を未来につなぐシンボル。私はこの新駅に武生駅からタクシーで来ましたが、約10分ほどかかりました。市街地から少し離れているので、どれくらいの人が利用されるのかなというのがちょっと気がかりでした。それでは次の敦賀駅です。後ろのグレーの階上の建物が新幹線の新駅、手前側の黒い建物は在来線の敦賀駅の駅舎です。こちらが新幹線の新駅部分、新幹線新駅で最大の規模となる高さ37メートルの大きな駅舎です。駅面は敦賀湾のきらめきを表現しています。1階に在来線、2階にコンコース、3階に新幹線ホームの3層構造、コンコースの天井は北前船の帆をイメージしたデザインとなっているらしいです。巨大駅敦賀駅、この敦賀の手前には新北陸トンネルがあります。これですね、北陸トンネルを出た新幹線は高さを上げて在来線と交差、巨大駅舎に入線していきます。それではこの敦賀駅の全面車窓で今回の北陸新幹線の新駅6駅のご紹介を締めようと思います。次章では消えゆく北陸本線在来線の最後の姿を映像に収めましたので、今後お届けしていきたいと思います。ぜひご覧ください。チャンネル登録にご協力よろしくお願いします。終点、敦賀です。